Ceiling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Makeup in the morning, you got dresses in your closet. But you grab them tight, you in love with being modest. お昼ご飯食べに来ました。ごまご飯何する？私魚にしよっかな。これ美味しそうじゃね。これにする。スタミナ爆弾の次はタルタル。じゃあいただきます。うまそう。うなぎ、なんかね、ちっちゃい顔あげてたのに、ね、こういうの入れてますね。体入れがね。今日はイエローのポップアップに行くので、車に乗ってます。ちなみに台風大雨。車で来ようと思ったけど、車通行止めで結局キャッツ行って電車できたから、悪い。何もって、びっくりした。でかくて、あんまさ持ち上げてない。けど去年と変わってないあんまり。あざっす。兄ちゃんはそれにしたんだ。また私はデカフェオーツミルクラテってことで帰りましょう。カメラが遠すぎて顔が見えないんだけど、見てみんな、2年ぶりにブリーチをしました。だけどちょっと天気が悪すぎて、今赤い電気をつけてて、外の何太陽の光がないから全然髪の毛なんか暗く見えるかもしれないんだけど、全然明るくしたけど、ブリーチ1回しかしてないから金髪ではない、なんかミルクティーみたいな感じの色なのかな。じゃーん、頭皮すぎる、ハゲすぎてない、なんか徐々にトーンを上げていこうかなと思ってるので、最高でもブリーチ3回ぐらいしていこうかな。とりあえず毎回の美容院でちょっとずつトーンを上げるか、まあ私の髪の毛が耐えられればっていう感じなんだけど、昨日久しぶりに染めたらもう痛すぎて、頭皮なんかブリーチは痛くないの、でもその後のカラーがすっごい痛くてびっくりしちゃった。ということでちょっと眉毛をね染めたいなと思って、妹に借りてきた。眉毛染めるのとかもういつぶり、何十億年ぶりにやるから、ちょっと使い方がよく、やっぱ混ぜるんだよね確か、1対2で混ぜるのか。このカラーだったらまだムラシャン別にしなくてもいいよみたいな、 してもしなくても大丈夫だよみたいな感じだから、ムラシャン買ってないんだけど、次染めるときはムラシャン必要かなって感じだよね。どうなることやら、髪の毛がもうすでにキシキシなんだよね。ちょっと髪の毛ボサボサすぎてみんなに見えてなさそうなんですけど、これあれだよね、2の方を結構多めにすれば、てか腕足用って書いてあるんだけど大丈夫なのこれ。そうだよね、2の方を多めに、あやばい、青出しすぎちゃった、こんなにいらなかった、やべ、もうないじゃん。なんか怖いな、もうちょっと多めにしたいクリーム、やばい出しすぎちゃった、もうないじゃん。妹よ、幻の次女から借りた、動画に出ることは一切ないんですけど、ちょっと眉毛の脱色似合うかもわかんないからさ。でもなんかさ、私こう金髪にして、結構しっかりさ眉毛黒いから、で男みたいな感じになるんだよね。なんか金髪男、眉毛黒い人みたいないるじゃん。全然それでかっこいい人はかっこいいし、むしろなんか脱色してんの私、脱色してるより黒い眉毛の人の方がかっこいいなって思うんだけど、私がやるとその金髪男みたいな感じになっちゃうから、なんかちょっと
染めようと思って久しぶりに。あ、ちょっと待って、ワセリンも塗らないと多分死ぬかなと思って。あれ？あった。めっちゃ赤くなるんだよね私。だからちょっと周りにちゃんとワセリンを塗っておかないと、保護しておかないと荒れませんように。マジ肌弱いって本当に罪。もう超分厚く塗っとく周りに。ってことで塗っていきまーす。怖いな。見てこのワセリンめっちゃしっかり塗った感じ見えるでしょ。てか頭皮剥ぎすぎてない？なんか金髪にするとめっちゃさ剥ぎに見えるんだよね。なんか綿棒がヨレヨレになってる気がするマジで液体作りすぎちゃったんだけど。普通になんかさ、私まだらに染まるんだよね、すごく。ちょっとちゃんと中にも入れ込まないといけないのかな。綺麗に染まんないんだよね私、眉毛の脱色した時。眉毛が太いのかな。あ、やばい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 、待って、むずい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 。これ垂らしたら終わりじゃない？ソファーにちょっと乗せるのに時間かかりすぎてるんだけど、これ何分放置？5分。え、5分？絶対5分じゃ抜けないよね。なんかおじいちゃんみたい。よし、 OKOK 10分にしてみるか。とりあえず痛くなってきたら流す方向で、一応10分という感じで放置してみようと思います。綺麗に埋まってるよね結構。あー、ちょっとここら辺が気になるかな。いけてない？いけてるね。ね、マジでハゲてる。なんかあと7秒、あと5秒。結局追加をして15分放置した。多分10分だとなんかちょっと見えてた毛が全然黒かったけど、これ以上やるとなんか肌荒れるかもしれないから、もしなんか微妙な感じだったら数日空けてもう一回やり直そうかなということで、一旦ティッシュで拭き取ってみます。いくよ。じゃらーん。え、待って、全…あ、おー、茶色い。しかも眉毛じゃなくてなんだっけ、髪の毛との色もいい感じじゃない？めちゃくちゃ同じ色だった。え、めっちゃ綺麗に染まったね。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いい感じでした。ということで、まだ今日顔を洗ってないので顔を洗おう。いい感じ？どう？全然さ画面が見えてないんだけど、あ、いい感じじゃん。茶色い、自分の髪の毛の色とぴったり。なぜか洗い流してくるわ。ということで、ちょっと大量の購入品があるんですけど、最近ちょっと靴、まず1日目の Vlog で買った靴じゃん。あ、この辺はもらったやつギフティングなんだけど、この辺もね開けたくて、どうせなら動画で開封しようと思って撮っといたやつと、これもギフティングでいただいたメディテラピー。これめっちゃ最近さ、このインフルエンサーさんが紹介してて気になるの。あれどれだっけ、これ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 、よく見るでしょ最近。あとはじゃーん、お掃除用のモップ。ちょっと全部開封していきたいんですけど、まずイエローからいくか。太陽が出てきたから髪の毛の色がちゃんと見えるんじゃないでしょうか。ちょっとさすがにタイトルにさ、多分久しぶりのブリーチみたいな感じで書くか、眉毛ブリーチかなんかよくわかんないけど、何かしらそういうちょっとサムネ、タイトルをつけようと思ってるので、そんなタイトルつけるのにさ、こんな結んでさ髪の毛バーン上げての髪の毛じゃ全然わかんないと思うから、さすがに下ろしました。どすっぴんだけどねまあいいや、とりあえず晴れてきて髪色見えてよかったわ。まずミヒのオーダーした靴ね。ミヒがさ、今回めっちゃ可愛いピンヒールで、なんかプードルファーみたいなやつの写真載せるね。これ2人で履いたんだけど、この靴めっちゃ可愛くて、でももうこんなピンヒールで絶対ミヒは履く、ミヒはっていうか私も履けない。もうさ、足痛くなるじゃんやっぱり。だから普段からちゃんと履けるやつを選んでということで選びました。めっちゃミヒっぽいよ、めっちゃ可愛い。じゃーん、まずもうでかすぎてさ、この箱2個使ってんの可愛いんだな。去年はミヒ怪獣のピンクのファーの靴にしたんだけど、今年はじゃーん、可愛すぎる。
ちょっとこれ私この髪の毛で履いてたらもうギャルすぎない、私も履けると思って、このヒョウ柄に赤いめっちゃ太い紐がいいなって思って、私がこれミヒにどうって言ってたんだけど、ミヒもこれが気に入ったみたいで、めっちゃ可愛い。これも結構なんていうの、あのヒールではないけどインソールが入ってるんだよね、こっちか、こんな感じの、なんか中に入れてもいいし入れなくてもいいし、まあ身長盛れるよみたいな感じで、もともと結構分厚いけどさらに身長盛れるやつもついてたりして、イエローの靴結構そういうのあるんだけど、めっちゃ可愛い。これめっちゃ可愛い。もうミヒ冬ずーっとブーツ履いてるので、ミヒももう大人のサイズ全然いけるから、去年から買ってあげてるんだけど、可愛くない？マジで可愛くない？あれ？ちょっと待って、これ反対かな？合ってるよね？え？反対かな？どっちだろう？合ってるかな？じゃーん、見えてるのかな？こんな感じです。マジでギャル可愛い。そしてこれなら私も履ける。去年のさピンクのやつ、さすがに私履けなくて、普段はこれなら私も履けるわ、嬉しい。普通にあれじゃない、スウェット上下とかでこれを合わせたらもう最強に可愛いし、あったかいし可愛いし、ヒョウ柄可愛い、赤も可愛いという感じで、ミヒっぽいでしょ、めっちゃ。あとは私がオーダーしたのは、私もね結構迷って、でももうちゃんとガンガン普段から使えるやつの方がやっぱ使うからめっちゃ迷って、なんか本当はグレーの靴っぽいやつ、私がもう黒で持ってる靴があって、それがねすごい使えるしめっちゃ歩きやすいし好きで、ここに載せとくね、それのグレーをオーダーしようと思ってたの。そしたら銀のブーツみたいなやつがめっちゃ可愛く見えちゃって、あ、そっちにしようかなって思ったんだけど、それを親友が働いてるんだけど、親友が去年オーダーしてあんまり履いてないから譲ってあげるよって言われて、玄関に置いてあるの、いつも置いてあるじゃんって言われたけど、置いてあったっけって感じだけど、とりあえずそれを譲ってもらえそうだったので、私はじゃーん、このさヒールの角度わかる？可愛くない？でこういうめちゃくちゃ尖ったブーツを私持ってなくて、もう去年だっけマルジェラのブーツを買ったんだけど、タビのブーツをめちゃくちゃ履くから黒のブーツどうしようかなと思ってたの。黒のブーツよりかはもっと履きやすい、なんだろう、ペタンコ系にしようかなと思ったんだけど、それを譲ってもらえるってなったら、じゃあちょっととんがってる系持ってないし、持ってないっていうかなくしたの。私靴なくすってすごいよね。そう、靴をなくしてしまい、そう、ないから、だからこれにしました。で履きやすいんだよね、このヒールもね高くない感じで、私高いヒールマジで履かないので、これぐらいのヒールなら履けるかなっていうことで買いました。かわいい。歩いてみたけどめちゃくちゃ歩きやすかった。まだこれは新品だけど、あのポップアップが20何日、もう1ヶ月ぐらいずーっと宮下パークでやってるから、ぜひ皆さん行ってみてください。なんかイエローの回し物みたいだけど、全然、まあ、親友が働いてるから回し物なんですけど、めちゃくちゃ可愛いので、この T シャツもポップアップ限定で、多分あの数量限定でなくなっちゃうと思うんだけど、もらえるともうポップアップ行って買った人は。可愛いよねこの T シャツ、水色と白とグレーと何色あったっけ忘れちゃったけど、選べる。ミヒは白にしてた。で、あとはママが欲しいって言ってたこれ、これ私も持ってる、この靴を。で、ママがね、たまに貸してって言って貸してたんだけど、靴のサイズ違うからさ買ってきました、ママのも。これが超歩きやすいの。もう何合わせやすいし歩きやすいし身長漏れるし、とにかくおすすめです。これこれのグレーを買おうか迷ったんだよねっていう感じで、次はユニクロ、ユニクロでじゃーん、この前行った時はさなかった新しい冬っぽい、パンツが売ってました。ブラッシュドジャージーワイドパンツ、こういうブラウンのパンツが売っていて、これがねあったかいの、生地が、あのタックワイドパンツをこの前買うか迷ったんだけど、買わなくてよかった、やっぱり出たね冬のやつ。これが結構分厚くて全然冬でも履けるような感じだし、カラーもね可愛くて、グレーと
黒ネイビーだっけな、そうグレーも欲しいなって思った。ああいうグレーのこういう切れ目パンツ持ってないから欲しいなって思ったんだけど、そのうちセールにワンチャンなるかなと思って、今回はセールになってなかったから1個だけ、ブラウンは絶対すぐ欲しいなって思ったのでこれを買っておきました。これが3990円で、あとベルト、私ベルト全然持ってなくてさ、なんか昔持ってたんだけど全部一旦捨てちゃったんだよね、なんか傷とかついてたり安っぽいのだったから。なのでユニクロでこの牛革の2990円のブラウンのベルトを買ってきました。シンプルなベルト普通に欲しいなって思ってたので、安いのに牛革でいいなと思って買ってきました。ユニクロはそれだけで、あとマツキヨでケープ、じゃーん、この黒いケープとこの前髪さまとめられるやつを持ってなかったから、なんか最近ちょっと前髪どうしようかっていうのが迷子で切ったじゃん、だからこのケープ最強キープ、そんな感じで私の、あとお掃除道具だ、買ったもので言うとちょっとこれはさ早く開けたかったんだ、これねモップみたいな感じなんだけど、じゃーん、ちょっと待って、この辺の荷物すごすぎてやりにく、ちょっとこれは今度でいっか、ちょっと今度やるわ。そしたらちょっとねずっと気になってた、ちょうど今目代わりもやってると思うから、どっちも韓国系のブランドなのでぜひこの機会にチェックできるかなと思って、ちょっと急いで動画も上げようかなと思うんだけど、まずじゃん、フレシアンのなんだっけな、これがリップセリンっていうやつらしくて、黄色の方が寝るときに塗るのがおすすめです。かわいい 手紙、手書きの手紙までつけていただいてマジであれ嬉しいんですけど、こっちの黄色が寝るときにつけた方がいいってことだから、寝るときのやつはまだ今使ってるのがあるから、寝るときじゃない方を逆に開けてみるか。こっちのピンクの方02番ティンテッドって書いてある、リップセリンってなんだろう、まあ、リップ系であることは間違いないよね。え、なにこれかわいい。フレシアンは韓国のビーガンのコスメのブランドなんだけど、少し前に親友とあれかな、ワイン飲みに行って指輪買った日の Vlog で確か紹介してたリップ、最近毎日使ってるリップで紹介したフレシアンなんだけど、めっちゃあのリップが私大好きで、唇も荒れないし、なんかトゥヤントゥヤン、なんていうの、もったりした唇になってかわいいのね。でそこのブランドの新しいリップな、え、待って、どうやって開けるんだろう、あ、回す系か、出てきた出てきた、結構回したら、あ、やばい出しすぎたかも、え、なにこの色かわいいんだけど、え、リップティント、え、もうツヤツヤじゃん、ほんとかわいいんだよね、絶妙な色で、ちょっと塗ってみよう、まあ、ドスッピンだから絶対漏れないけど、ちょっと待って、ちょっとなんか鏡が欲しい。ちなみにリアルに私もクッションファンデを使ってる、あ、ファンデのパフ落ちちゃった、汚いんだけど、え、かわいい色、あ、すっぴんでも馴染む系だ、え、しかも匂いめっちゃいい匂い、爽やかなお花の匂いみたいな感じ、全然違ったら申し訳ないんだけど、なんかそういう匂いがする、かわいい、ワセリンっぽい、とりあえずそのテクスチャーで言うと、だけど色がほんのりついて可愛いんだけど、ちょっと寝る時の方も色どんなのか気になるね。こっちの黄色も開けてみよう、こっちは色がないってことなのかな、寝る時って言ってたから、結構最初回すよ、あー、やばい出てきた、めっちゃ黄色いんだけどめっちゃ黄色いんだけど、しかも出しすぎたんですけど、え、絶対いいじゃん、すっぴんの時にこれだけ塗っといても、変にすっぴんの時ってさ肌もさ仕上げてないからさ浮くじゃん、唇塗っちゃうと、これ浮かないのに血色良くしてくれていいわ。黄色の方はちょっと今重ねちゃったから、多分ね黄色の方はそんな色はないと思う。あ、好き、このもったり感、絶対にこのこれからの時期さ乾燥するじゃん唇、最高だと思う。フレシアンチェックしてみてください皆さん。だけどまだあるんだ。じゃーん。ちょっと待って、一回指拭く。こっちもめっちゃ楽しみにしてたんだけど、こっちは多分クッションファンデっぽいんだよね。こんな可愛いさ、バケツみたいなのに入って、じゃん。上からちょっと見えるの。
でもまだちょっと動画で開けたかったから。え、可愛すぎて、あ、待って出てきちゃったここさ、本当はビリビリって開ける予定だったのにさ、ちょっと待って、大事故、落ちてきちゃった。しかもどの順番で入ってたか分かんなくなっちゃった。こうやって3つ入ってたはずなんだけど落ちてきちゃって、どれがどれだか分かんなくなっちゃったけど、これがエッグライクカバークッション、あ、クッション、あ、グロークッション。全部ファンデーションだけどちょっとテクスチャーとかが違うのかな。カバークッション、なるほどね。カバー力が高いのと、で私が使ってる普通のクッションとグローとカバークッションっていうやつなのかな。でも私のやつと色違う。私のやつこれなのね。だけど今回届いたやつがこの3色なので、最近カバー力高いファンデーション求めてて、目代わりでも買ったんだよね。だからめっちゃ嬉しい。ちょっと色々とベースメイク試したくてさ、このファンデーションは乾燥もしないしめちゃくちゃいい。本当にありがとうございます。今度またメイクするときに使うね。てか下地もフレシアの使ってるわ。そういえばフレシアの、じゃん。そして次、あ、ちなみにプロモーションされてる動画ではありません。次、このメディテラピーね、ちょっとありすぎて、ケミオとか、あと上野有瀬さんとか、あと誰だっけな、ほんとこの目代わり期間中でこのスキンケアをめちゃくちゃ見たな。それ以外でも TikTok とかで回ってきたんだっけな。もう本当にめちゃくちゃ見かけるから気になってて、なんか糸が入ってるこのクリームをこの EMS の美顔器でこう塗って浸透させていくみたいな感じなんだけど、この EMS の機械って多分だけど別に自分の今の手持ちのスキンケアでも使えそうな感じだったのね。多分違うのかな。そこはやっぱさ、プロモーションされてる動画だったからこう言及されてなかったからちょっとわかんないんだけど、でも普通に浸透させるのと EMS としてこう引き上げっていうかみたいな感じで使ってたから多分大丈夫なんじゃないかなと思って。しかも安いのね、数千円とかなの、1万円いかないの、めちゃくちゃいいじゃんって思ってたのと、ちっちゃくて3分とかで終わるって言ってたから毎日この美容液じゃなくてクリームの上にこうつけてて毎日使えるじゃんと思って。やっぱ美顔器系の一番のネックポイントって本当に使うのがめんどくさいっていうところじゃん。そこを解決してくれてるんじゃないかなって思ったのと、私的に一番気になったのはこのミストが出てくる、これもね EMS がついてる美顔器みたいなんだよね。それがこれかな、こっちかな、あ、これだ、これ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 、これを開けてみようかな。もうね、全部開けてたら動画がとんでもなく長くなってしまうので一旦自分の気になってたものを紹介していいですか。開いたらこんな感じになってました。で、多分本体にこのアンプルをセットするだと思うんだけど、化粧水を多分ここに入れるのかな。でも多分これも多分だけど自分の持ってる化粧水でいいじゃんって思ってるの。これで壊れたとか言われたらちょっとさ、壊れちゃったり、あ、これ充電器だ、これ充電器だ、ちょっと待って、使い方をさ見るのがさ大の苦手。ここに入れてミストが出ますよって書いてあるから、すごい色なんだけど、こんな感じでスポイトみたいなのがついてるからスポイトで入れるのかな。楽しい、マジです。いろんなものをさ、こうお仕事とはいえいただけるじゃん。マジで幸せな仕事だよね。本当に楽しい、こういういろんなものを試せて。なんかこの目代わりの期間とか結構案件の動画が重なっちゃってるけど、それも適当に紹介してるわけじゃないし、もちろん断ってるものとかも、断ってるって言うとすごい上から目線なんだけど、何全部受けてるわけじゃない、わからないんだけど、全部が全部受けてるわけじゃないからさ、ほんといろんなもの知れるのが楽しい。もともとスキンケアとか好きでさ、めっちゃ買う方だから、それがプラスされるみたいな感じ。すっごい色だなマジで。あ、こっち向きで持つ、うわぁ急に出てきたんだけど、あ、でもこっち向けても全然、え、だってめっちゃ気持ちいい。見えてるかな、この霧の細かさ。あ、見えてる見えてる、待って、めっちゃひんやり、これ絶対いいわ。あ、やっぱこっち向きで持つとダメっぽい。こうだね、こう持つといいんだ。これマジで最高だよ。
めっちゃひんやりしてる。これ化粧水があれなのかな、ひんやりする系のやつなのかな。で、ち、かわいい今電源つけたんだけど EMS だ、ピリピリきてる、痛い。いや、激痛とかではないよ。ちゃんと濡れたからかな。だってこんなちっちゃいのにさ、ちゃんとビリビリくるんだけど。私マジで美顔器めちゃくちゃ持ってるから。フェイスラインはこうやってやって、鼻の横こうやってやって、おでこはくるくるくるってやるって書いてある。すごっ。同じ青の種類のパックも入ってる、嬉しい。パックってほんといろいろ試すの好きなので、4つ入りだ。こんな感じの、多分これ高級系だ。上と下分かれてる感じで、ちょっといいマスクなんじゃないかなと思うので、サウナ後とかちょっとぐんぐん吸ってほしい時に使おうかなっていう感じで、メディテラピーね、めっちゃ多分気になるのいっぱいあると思うので、この美顔器とかね、これも目代わりでセールやってると思うので、ちょっと目代わりさ、マジでさ気になるもの多すぎてさ、とりあえず今第1弾の期間なんだけど、第1弾のクーポンさ、1人4つまでじゃん、もう4つ使い切っちゃって、普段そんなに欲しいなっていうもの、なんか絶対欲しいみたいになんないんだけど、今回めっちゃ美容系の YouTuber さんとか見まくっちゃって、あーもうあれ沼だわ、みんな紹介してるじゃん、しかも目代わりすごいね。私普段さ美容系の YouTube あんま見なくて、どちらかといえばなんか面白い系とか語る系とか、なんかくだらないのとかライフスタイルとか見るの好きだから、美容メイクとか見なくて、見てるとさみんなうまいね、やっぱ美容系。私諦めた YouTuber だから、美容系見てるとやっぱみんな知識すごいわって思う、すごすぎるっていう感じで、とりあえず購入品めちゃくちゃいろいろ買ったんですけど、一番大物のイエローをやっと紹介できたので、履けるわ。もう履けるわ。時期的に。時期的に？なんか、今の時期はもう、半袖とかと逆にこういうの合わせるの、もうめっちゃ可愛いと思うし、私のこの黒ブーツに関しては、全然夏とかでも履けるようなブーツだから、とりあえず紹介したらすぐ履きたいなと思ってたので、履けます。嬉しい。可愛いイエロー。ミヒが欲しがってたの。これね。可愛かったこれ。はい、という感じで一旦いいか。うお、すごい金髪だね。やっぱこれ気になるから開けます。よいしょ、じゃーん。これがなんてとこのだ、アクトナチュラルっていうのがスウェーデンのブランドなのかな。ハンズで買ったやつなんだけど、環境に優しい水だけのエコクリーニング、世界で初めてウルトラマイクロファイバーの掃除道具を開発したのはアクトスウェーデンですって書いてあるんだけど、なんかもうこれクイックルワイパーとかってさ、毎回こう新しいシートを取り付けてこう掃除したりすると思うんだけど、めちゃくちゃコスパ的にもさ、もうずっと買い続けなきゃいけないじゃん。だけどこのアクトのやつはもう何ていうの、このマイクロファイバーで、しかも水だけ、なんか洗剤とかも必要なくて掃除できるよみたいな感じの、こういうクイックルワイパー的な、何ていうの、モップになってるんだけど、めっちゃいい感じの、から拭き用と水拭き用のやつがついてるんだよね。本体のここがこのなんていうの、これなってだから、これをこれにつけると、めっちゃカラーがマジでスウェーデンすぎる。長さもめちゃくちゃ、こんな身長高い人いますかっていうぐらい伸びるんだけど、まあこの辺かな、こんぐらいだろう、こんぐらいかな、回せばすぐ固定される。お、めっちゃいい感じ。もうちょっと長くてもいいかな。いいね、いいね。モップがけ、から拭きができるよっていう、マジでこれ買っちゃえばもう、なんていうの、追加で何も買わなくていいじゃん。歌丸とか、まあ、使ってもいいんだけど、歌丸とかも。でも使わなくても全然水だけで掃除できるみたいで、良さそうじゃない？
この緑の方の空拭きを使うと乾いた状態だから、この静電気で髪の毛とか糸くずとかほこりが取れるんだって。で、湿った状態では油汚れとか雑菌とかも使えるから、基本的には空拭きでいいんだ。あのこの床の掃除とかは空拭きで全然やって OK っていう感じで、あとは普通にもうこれ洗って洗濯すれば一生使えるよっていう感じだと思う。ちょっと一回やってみよう、この緑の方。マジでこうやってさ、これも良くない？このビリビリタイプ。マジでホコリやばいんだ。うちのさ、このさ、あの床の色すごい濃いのね。だからさ、すっごいホコリが目立ってしょうがない。あと傷ね。ちょっとソファーがあって全然この掃除してるところ見えないかな。見えないね。机の下とかがさ、特にやばいんだよね。え、すごい、めっちゃ綺麗になるじゃん。え、やばい、見せたい。さすがに動画では分かんないか。この辺結構ホコリやばいんだけどな。見えないかな。このさ、モンステラ周辺、この辺めっちゃホコリやばいの。見えてる？見えてるかも。見て見て見て、やばくない？これ。うわ、髪の毛とかもめっちゃ怒ってる。うわ、待って、気持ちいい。これマジで床ピカピカになるんだけど、え、分かるかな。あの辺は傷だからね。この2個傷。いマジで汚いので閲覧注意だけど、やばくない？めっちゃちゃんと絡め取ってる。髪の毛とかもさ、ちゃんと絡め取ってんの。생각이 들어 해볼까 말까 내 다리가 걸어가는 방향이 어딘지 서로